ダメだ、剣を下ろせ。聖教騎士団と戦うのはバベル大陸を敵に回すのと同じことをこらえるんだ。何を言ってやがる。すでに祭は投げられたんだよ。お前ら地下通路から抜けるぞ。切りかかられたら迷わず迎え撃て。サバレタ、こんな時にどこへ行ってたんだ。最悪の事態に備えての準備だ。エンビリアとの交渉に手ぶらじゃ迎えないからな。ともかく死にたくなけりゃお前も来い。待て、アガサと父さんがまだ。二人はすでに遺跡から抜けてたぜ。お前の兄弟に追われてな。ジークと派手な斬り合いを繰り広げたらしいぜ。ディオスが父さんと。まさか嘘をつくな。まったく、お前の弟は向こう側に行っちまったんだよ。いいから来い。よし、全員抜けてたな。聖教騎士団にも気づかれちゃいないようだ。サバレタ、さっきのはどういう意味だ。ディオスが向こう側に行ったって。力を求め引き返せないところまで足を踏み入れたって意味だよ。おそらくお前の弟は真理の扉の先にある闇の力に手を染めている。闇の力。自らの身の一部を真理の扉に捧げることで、その対価として得ることのできるとてつもない呪われた力だ。闇の力でもない限り魔人を一人で倒すことなんてできようはずがない。呪われた力をディオスが。まさか。ち、思いのほか鼻が利きやがる。追ってきたぜ聖教騎士団が。行くぞ。闇の力なんかに手を出したというのか。ディオスに限ってそんな。思いのほかジークたちは先へと進んでやがる。多少の危険は伴うが、距離を稼げる最短ルートで行く。音を上げんなよ。もちろんだ。それよりサバレタ、何なんだよバカみたいな理想って。さっき言ってただろ、かつて描いた理想を思い出したって。聞かせろよ、僕たちは同志だろ。
余計なことを。ガキの頃、俺たちにとって迫害は日常だったんだ。その光景を見ながらいつも思ってたんだよ。なんでみんな傷つけ合うんだってな。喜びも痛みも分かち合えばお互いを理解し合える。力に頼らずに分かり合える。そんな世界を夢見てたんだよ。今になって考えりゃ現実離れしたくだらねえ理想だ。くだらなくなんてない。何？どこがくだらないんだ。僕もアガサもディオスも同じ理想を描いている。同じ理想を持つ者が集まればそれはもはや夢物語じゃなくなるだろう。たく、だからバカだって言ってんだ。それはあくまで理想の話で。だから理想を現実にすればいいだけのことじゃないか。夢を描くことこそが僕たち人間の原動力なんだ。その夢に共感する仲間を集めればいいだけのことだ。諦めたらそこで全ては終わるんだ。僕らの手で実現させればいいだけの話なんだよ。底抜けのバカだなお前。なんだと。だがその頭の悪さが時に光となるのかもしれねえな。闇を打ち消すほどの光に。何としてもジークたちに先に追いつき、お前の弟の進軍を阻止するぞ。エンビリアに自治領の設置を承認させる。俺たちが描いた夢はそこから始まるんだろう。ああ。団長、聖教騎士団です。こちらの動きに気づかれた模様です。動きが早いな。聖教騎士団と事を構えるのは本意ではないが、兵会の謁見が最優先だ。戦闘はできうる限り回避しろ。決してこちらからは手を出すな。はっ。城にたどり着くまでは厳しい行軍を強いられることになる。みな、すまんな。パトリック陛下はどうお考えなのでしょう。本当に大丈夫なのでしょうか。案ずるな。陛下とは共に戦地をかけ、共に視線をくぐり抜けてきた仲だ。必ずや俺の言葉に耳を傾けてくださる。でもこの誤解を招きかねない状況です。捉え方次第では陛下も。大丈夫だ。俺と陛下の絆はそんなやわなものではない。俺を信じろ。どうした？いえ、思い出したんです、あの時のこと。あの時？私が修道院で洗礼を受けた日のことです。シスターとして仕えていけるのかと不安になっている私を、今と同じように俺を信じろと送り出してくださったんです。覚えていらっしゃいませんか？そうだったか。はい。結果、修道院の生活は私に信じる道を与えてくれました。すべてはお父様の言葉に従ったおかげなんです。あれ以来、お父様の俺を信じろという言葉は私に安心をもたらす魔法の言葉なんです。バカなことを言うな。全てはお前が導き出した答え。俺の力では。ともかく私はお父様の言葉を信じます。参りましょう。まったく。行くぞ。
何？Heh